はい、こんにちは、ソータです。エリオです。今緊急で動画を回してるんですけど、シェコダルっていう街について今ゲストハウスに泊まってます。そこのゲストハウスがかなりヤバい場所だったので、今緊急で動画回してます。まずリオたちはここの宿は Airbnb を介して宿を取りました。チェックインしようと思ってここに着いたけど誰もおらんくって、で誰か男の人が寝とって、めっちゃ大声で叩き起こして、そしたらその人がオーナーの息子でした。でなんかすごい愛想悪くて、で後でオーナーが来るよっていうこと で1時間後ぐらいにオーナーが来たわけですね。はい。そうするとオーナーがなんか自分は Airbnb にログインできないと、 Airbnb が自分に支払いをしてくれてないから今ずーっと1年ぐらい Airbnb に申請してるんだって言っとって、リオたちはすでにクレカで決済済みだけどもキャンセルすれば全額返金してもらえるから、自分たちでキャンセルしてって言っとって、ここの宿のこと調べてみようって思って Google マップで調べたらめちゃめちゃレビュー低くて、すごい詐欺とかもしててお金も盗んだりしてる結構ヤバい宿だったってことに気づきました。やっぱ宿だからさ、みんな荷物を部屋に置くじゃん。うん。そしたら部屋の荷物をもう貴重品、お金はもちろん携帯充電器、SIM とかそういう電子機器とかも全部取られた、取られましたっていうのが1個だけじゃなくて5、6個ぐらいねレビューがあって、という状況がになってますので、Airbnb とかどうなるのかが分かりませんが、今とりあえず緊急で動画を回したって感じです。次の動きがあるまでどうぞ。はい、おはようございます。あれから1日が経ちました。今日朝リオはまたカフェの方に行って Wi-Fi だけ使わせてもらって Airbnb との対応を見たところ、直接ねオーナーと現金払いしてしまうとキャンセルポリシーとか返金対応が保証がされやんくなるってことで、大損ですね。7600円ぐらい。しかも、オーナーは来ません。あのね、マジで最悪やったな、ここ。うん、マジでうざい。あ、で朝ごはんもなんかついてるって言ってたけど、なんかしょぼい。今までで一番しょぼい朝ごはんですね。まあそんな感じで、まあどうしましょう。もうどうすることもできません、こちら側は。俺ら本当はね2泊3泊3泊4日するつもりだったんだけど、もう1泊分はもう捨てて2泊3泊分のお金だけ Airbnb から返してもらうようにしましょう。もうそれがもう現金払いしてしまったからもうできやん、それすらできやんかもしれんけど、もう、まあ、Airbnb の人はすごい返信も早くてね、すごい丁寧だったのでお願いします。じゃあ朝ごはん食べましょうか。はい、ではいただきます。チャッチーパイ、チャッチーご飯やな。まあないよりマシ。マシ。じゃあ出ましょうディオ。早く逃げるように出ましょう。世界一周してきた中で一番最悪な宿でしたね。Google マップの方のレビューを見ると完全閉業しとって、で警察沙汰にもなったことあるから、その Google マップの口コミのレビューによると、それで閉業食らっとって Airbnb の方から細々とやっとる、この手口でって感じな風に見えました。本当に俺らはたまたま運が悪く当たっちゃったって感じだったな。まあね、命に別状がなかったからよかったな。ああ、あと朝食にも睡眠薬は入ってなかったから食べました。まあ本当は食べやほうがいいんかもしれんけど、まあそうやな。うん、あのすいません、お腹が空いていたもので昨日夜パンしか食べてないし。確かに。まあそんなこんなで、まあとりあえずもう宿を抜け出したので、街に向かって、Wi-Fi のあるカフェに
行きたいと思います。はい、引き続き Airbnb の方に統一合わせをしていきたいと思います。はい、じゃあ行きましょうか。はい、はい、今カフェにやってきて今 Airbnb 対応をしてます。あー本当にムカつくわ。ちなみにアルバニアはカフェが全部エスプレッソです。コーヒーがね、アメリカーノとかはなくて全員エスプレッソをこんなちっちゃいのちょびちょび飲んでる人が多いです。はい、カフェから出てきました。なんだかんだ 3,4 時間くらいいたね。そうやな。で、緊急でね、ちょっと今の近況を喋ろうと思って YouTube ライブを行うことにしました。うん、じゃあ今から予約したホテルまで向かいます。はい、宿に到着しました。ディアちゃん、何をしてるんですか？お昼ご飯。ありがとうございます。米とスープ、美味しそうやな。あ、いい宿だね、昨日のとは違って。そうだね、俺らしかいないし、なんか今のところ。まあでも泊まってる人おるよ。うん、おるよね。今回泊まるところはドミトリーに泊まります。こんな感じの。結構風も気持ちくていい感じ。ほら、こんな感じです。じゃあご飯食べて YouTube ライブしましょう。はい。もう美味しそう。スープカレーじゃない、スープライスだね。いただきます。いただきます。うまそう。うん、うまっ。うん、粉スープって便利だな。な、軽いし美味しいし。おこげがいい感じだから、うまい。だからそれのじ、なんだろう、その積み重ねがあるから、ごめん、なんか涙が出てきた。どうしたの？何で？なんで？だから頑張ったからなんか。はい、YouTube ライブ終わりました。見てくださった方本当にありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったね。うん。スパチャもくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。これが何日後に上がるんやろね、こんな動画が。わからん。ありがとうございました本当に。じゃあまあちょっとね、気を取り直して。ちょっと散策でもしてみましょうか、街の。そうだね、ちょっと気分を晴らすためにっていうか、あの気分転換に散策をします。はい、散歩に来てみたわけですけども、結構年齢層高いよな、ここ。見て、めっちゃいいね、ほら、あそこ。ほんまや、何あれ、犬愛好家。そうかもしれない。あれじゃない、野良犬にあげてるんじゃない。そうやと思う。すげえ。てか見て、素敵じゃない通り。あ、そう、この通りがな、ああ俺記事で読んだんだけど、ああわざわざオーストラリア人の建築家を雇って、 あの作ったらしい、この街。なんで？わからん、そういう通りらしいよ。ちょっと行ってみようか。なんか可愛らしい街並みやな。廃墟だけど。すごい。廃墟。全然違う街並みだよね。ヨーロッパっぽいよ。あ、ほんと。結構街も綺麗だね。綺麗だね。ねえ。めっちゃ綺麗。じゃあディオちゃん、街散策もまあぐるっとしたことで、特になんもなかったね。そうだね、のんびりした場所だったな。うん、なんかおじいさんおばあさんが多いな、ここ。そうやな、年齢層が高い。まあお腹も空いたということで、夜ご飯でも食べに行きますか。はい、本来だったらね、自炊する予定だったけど、皆様からのスパチャでちょっとレストランに行きたいなと思います。あ、安いね。安いところでね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。行きましょう。目星はつけてるので。
すごいの届いた。これやばくない？量がえぐい。量えぐい。リオナもめっちゃ美味しそう。美味しそう、めっちゃ肉肉しい。なあ。めっちゃ肉はみ出るぐらいある。うわうまそう。これもすごい。食べるか。いただきます。うまっ。やばい、肉が熱々。本当、うん、だって焼きたてやった。うわ、めっちゃ美味しい。明日も来る？ごちそうさまでした。美味しかったな、めちゃ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 満足感やばい。ごちそうさまでした。スパちゃんのおかげです。ありがとうございます。こんなに大きくて300円、安いな。はい、1日が終わりました。まあいろいろ大変だったけど、皆様のおかげで素敵な1日になりました。本当にありがとうございました。じゃあ今日も動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあおやすみなさい。バイバーイ。